次に米山隆一君。はい、米山君。はい、それでは会派を代表して質問いたします。ちなみに時間の方ですが、私の方で調整、先ほどのちょっと伸びた分、私の方で調整させていただきます。それでは2019年7月、私はですね、韓国に対する輸出規制についてまずお伺いしたいんですけれども、2019年7月に半導体などの製造に必要なフッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目の対韓輸出規制を強化いたしました、日本が。で、翌8月には、輸出管理の優遇対象国、グループ A から韓国を除外したということを しました。で、そうしたらこれですね、韓国も対抗措置ということで、同年9月、日本の措置が、まず韓国が同年9月に日本の措置が不当だとして WTO に提訴いたしまして、さらに輸出手続きを簡素化するホワイト国から日本を除外するということが起こりました。で、それがですね、この3月16日からの3日間にわたる日韓輸出管理政策対話が実施されてですね、韓国側の輸出管理の実効性が確認されたということで、韓国は3月23日付で WTO 申し立てを取り下げて、で、日本側も3品目への特別一括包括の適用に必要な局長通達の改正を行い、相互法の、国カテゴリー、それぞれがホワイトに戻すことについては改善に向けて対話を継続するというふうになったというふうに伺っております。で、これね、建前はともかくとしてですね、どう見ても時系列を見ますとね、2018年10月に韓国大法院が日本企業に徴用被害者への賠償を命じる判決を出したことを契機に規制がなされ、今晩3月6日に韓国政府が解決を停止したことによって解除に向かったと見るしかないんだと思うんですね。いや、建前でおっしゃるように、いや、本当にね、そんなに、いや、実質的なことをやってますっていうんだったら、こんなに徴用工の、いろんなことと、最初も一致してる、最後も一致してるっておかしいじゃないですかと。いくらなんでもこれは、要は徴用工対策でやられたんですねと思うんですけれども、経済産業大臣のご所見を伺います。西村経済産業大臣。ご指摘の輸出管理の運用見直しについてでありますけれども、軍事転用の可能性のある貨物の貿易や技術の移転、これを適切に管理するための措置でありますので、労働者問題とは全く別のお話であります、問題であります。我が国として判断をしていくものであります。で、ご指摘のフッ化水素、フッ化ポリミード、イミド、レジストの3品目については、当時も輸出管理についてですね、韓国側の輸出管理について、非常に疑問があったものですから、それのことについて、懸念があったということで、包括許可から、個別許可にしたというのが当時の経緯であります。そして今回、3月6日、韓国による WTO 紛争処理手続きの中断を受けましてですね、要は WTO 手続きに入の申請をしたものですから、要は対話ができないかったわけですけれども、この手続きの中断の発表を受けて、3月14日から、集中的に16日にかけて政策対話を行いまして、そして、双方の輸出管理制度、特に我々からすると、韓国側の輸出管理、運用の状況、こうしたものはどうなっているのかということについて、対話を行ったわけであります。その上で、経緯を申し上げます、簡潔に申し上げますが、3品目に関してはですね、個別許可を行ってきた中で、その都度きちんと輸出管理ができているという輸出実績のその積み合いがあったということ、それから3品目について、この政策対話の中で入念に検証を、韓国側の輸出管理の体制運用など、検証した結果、その取り組み、実効性の改善が見られたということ、でさらに3月23日付で WTO 事務局に対して、韓国から、日本の輸出管理に関する WTO 紛争手続きを取り下げるという旨の、正式の通知がなされたということがありましたので、これらを踏まえて、我が国の判断として、この3品目につきましては、23日に運用見直しにかかる通達改正を行ったということであります。従いまして、韓国側の体制の整備などですね、しっかりと確認をしながら、我が国の判断として見直しを行ったということであります。米山隆一君。はい、で、今のご答弁の中でちょっとご確認させていただきたいんですけれども、WTO に提訴されたから、一切対話ができなかったというお話だったんですが、それ、そういうもんなんですかというところがあって、でそれがもし本当だとするとですね、WTO に提訴されたら、もう一切合切何の対話もできなくて、一切合切相手の体制も確認できないと。いや、そんなことありますかねと。だってそんなことをしたら、もう提訴しちゃったら、もう全然交渉なんかできなくて、ひたすらやれという話になっちゃうと思うんですが、それは WTO は WTO で、それはそこで紛争してるわけですから、さすがに公式にいろんなことはできないにしたって、事務レベルでいろんなことを確認することだって、特にこの、
通関体制の確認なんてことはいくらでもできると思うんですけれども、それはしなかったんでしょうかね。もう WTO がやってるから、もう全然我々は韓国にそういうことを確認することはしないっていうことをずっとされてきたってことはよろしいんですか。経済産業省猪狩貿易経済協力局貿易管理部長。お答え申し上げます。韓国との間では2019年7月に輸出管理の運用の見直しを行って以降、韓国側が WTO の提訴の手続きを進めるということでございまして、韓国と の、 その対話ができない状態が続いておりましたが、韓国側が3月のですね、6日にその実際に WTO のその提訴の手続きの中断を発表した。これ2019年11月にですね、韓国が2019年11月にも韓国が一度ですね、WTO の手続きを中断するということで、日本との間でその対話を再開するということがございましたので、その後2019年12月と2020年の3月に韓国との間で政策対話を開催しました。ただその後韓国が再度 WTO の手続きを再開するということでございましたので、当局間での対話ができなくなったということで判断してこれまでに至っているというところでございます。米山隆一君。今のご説明ですと、要するにも韓国側が一切合切の対話を拒んでいたからしょうがなかったと、そういうことでよろしいですか。猪狩部長。お答え申し上げます。韓国との間では日本側としても政策対話の中で日韓の懸案事項についてですね、対話を通じて解決していくという話を2020年3月の政策対話においても確認をして、その旨プレスリリースにもしておりましたが、その後韓国が対話というプロセスではなくて WTO 手続きということを選択したことによりですね、対話が継続できなかったと、対話が継続できなくなったと、そういう経緯がございました。米山隆一君。はい、これはもうこれ以上は押し問答しないんですけれども、非常に歯切れの悪い答弁で、おそらくなんですけれども、それはこっちも対話を求めなかったんじゃないですかとしか見れないわけなんです。で、結局のところそれは本当に単に手続き上の問題であるなら、お互いにそんな対話で確認すればいいわけなので、背景にあったのは、それはどこからどう見たって政治的な問題だったんじゃないんですかねとしか見えないということはご指摘させていただきます。で、ちなみにこの規制によってですね、この規制2019年8月から2023年3月まで2年半余り続いたわけなんですけれども、この間日本のフッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの韓国への輸出はどのようになったでしょうか。猪狩貿易管理部長。お答え申し上げます。今ご質問のございました半導体関連 の、 その3品目につきまして、一部品目で韓国への輸出量が従前より減少したものもございますが、日本企業はですね、引き続きこの3品目について高い国際協力を有しているというふうに認識してございます。米山隆一君。はい、韓国への輸出、一部何がどのぐらい減ったかお答えいただけますか。猪狩貿易管理部長。お答え申し上げます。こちらの今の、フッ化水素、フッ化ポリミド、レジストの3品目につきまして、貿易統計上、それぞれに直接対応する統計品目番号というものが設定されてございません。ということでございまして、個別にお答えするのは非常に難しいところではございますが、ただ一例としてですね、貿易統計上、フッ化水素につきましては、韓国向けの輸出量、これが2019年に19,794トンであったものがですね、2022年には6,764トンになってございます。このフッ化水素につきましても、必ずしも外為法で規制されている対象と、この統計税関の方でですね、取っている統計品目が必ずしも一緒、同じものではございませんが、一例としてこういう数字の推移がございました。米山隆一君。はい。で、まずもってですね、統計上にないからとか言いますけれども、それはそのフッ化水素やフッ化ポリイミドレジストの、これね、正直事実上の、輸出規制をかけたのは、それはあちこちの企業でいくらでも作ってたらですね、そんなことしちゃって意味ないわけですよ。それはかなり特定の企業が、しかも結構なシェアを占めてるから意味があるわけなので、
それはちゃんと調べれば、そもそもこの規制をかけた時点でね、その後どうなるのか調べておくべきだと思うんですよ。で、調べておいて、こういうことに対してちゃんと答えられるべきだと思うので、それは本当にやってないんでしたら、それ自体問題だと思います。はい。やっぱりそれはちゃんと数値を持っておくべきでしょうということを言わせていただきます。で、しかもですね、まあ、結局これ、まあ、それはね、韓国に減った分は他の分で増えたとかっていうことなのかもしれませんけど、まあ、正直日本企業にとってだって随分マイナスであったわけですよね。随分マイナスであったわけです。でかつ、まあ、ちょっと遡ってお伺いしたいんですけれども、まあ、これ結局その確認したら大丈夫だったっていうことは、これちょっと都合から外れますが、まあ、サラトリの中で許していただいて、遡っていろいろ確認したら大丈夫だったってことですから、結局この規制を厳しくしたけれども、特段韓国から何か問題のあるような第三国への輸出は、まあ、確認されなかったってことはよろしいですか。猪狩貿易管理部長。お答え申し上げます。今年のその3月14日から16日の間、韓国との間で政策対話ということで、局長級、私が日本側の代表として、韓国側と対話を行いました。その中で、まあ、13時間かけまして、韓国側の制度の改善、韓国は2019年7月、当時はですね、彼らの政府の中で輸出管理の担当部局が10名前後の体制であったと。それがその2020年6月には、2020年5月にはですね、30名の体制になったと、このようなことも含めて、韓国側の体制が従前から改善されたということを各一つ一つ確認してまたところでございます。その中でですね、まあ、日本側として、韓国側のその輸出管理の制度、体制、運用、少なくともこの3品目につきましては、従前より改善されたということを評価した上でですね、今回の見直しを行ったというところでございます。米山隆一君、ね、まあ、そうすると、まあ、今度は質問にはお答えいただけなかったんですけども、要は何か違反事例があったとか、第三国へなんか不当な輸出がされたとかってことは、そもそも確認すらしてなくて、全然ね、そちらは何の確認もしてなくて、単に韓国の体制が10名から30名になったから、ああよかったって、そういう話なわけですよね。でだったらそこまでこんなことする必要はあったんですかと。そんなんだ30人に増やしてくださいよって言えばよかったんじゃないですかと、まあ思うんですが、まあそこはもう、じゃあ次の質問に移らさせていただきます。で、次にこの間ですね、韓国の半導体生産、どのようになりましたでしょうか。経済産業省門松大臣官房審議官。お答えいたします。韓国の半導体生産の具体の生産実績の数値、これは非公表データで我々も把握はできません。ただ工場の供給の能力については公表している資料で分かる部分はあります。それを踏まえれば、まあ、世界的に半導体需要が拡大傾向にあって、韓国の製造半導体の供給能力も2018年から22年にかけては増加したということは明確ではないかというふうに認識しています、はい、米山隆一君。はい、まあ、そうだと思うんです。でちなみにですね、これ、まあ、WTO 提訴、韓国取り下げてくれましたけど、これ負ける可能性はあったのか、ご所見伺います。経済産業省柏原通商政策局通商機構部長。家庭のご質問にお答えすることは差し控えさせていただきたく存じます。なお日本が2019年7月に公表した、韓国向け輸出管理の運用見直しは、安全保障を目的に、輸出管理を適切に実施する観点から行ったものでございまして、WTO 協定にも整合的なものと考えております。米山隆一君。はい、まあ、これね、いくら聞いたって、まあ、そうきっとそう言われるんでしょうけど、まあ、そもそもでもね、それは韓国だって全く負ける可能性が、まあ、勝つ可能性がないようなことはしないわけですから、それは負ける可能性あったんだと思いますよ。で、まあ、私も、ね、一応弁護士やってるので、あらゆる裁判というものは負ける可能性があるというか、誰に当たるか分からない、まあ、結局いくら整合こちらが自分は正しいと思ってたって、人がそう思ってくれるかどうかは別ですから、でかつもう絶対確実に何があっても負けるようなことは人は裁判にしないので、裁判になるという時点ですでにそれは負ける確率があるということではあるんですよね。で結局、まあ、これ全部見て、それはまあ解決したからよかったなではあるんですけれども、まあ正直ね、日本として日本の評価を下げただけじゃないんですかねと、まあ、結局のところ変わったのは単に韓国が体制を30人に増やしただけと、
ね、輸出が減って損をしたのは日本企業と。で、韓国は全然半導体生産も特段の影響もございませんでしたと。で、日本はこう、なんていうんですかね、まあ、それは皆さんは、その、これは正当な行為だ、正当な行為だって言いますけど、それは誰がどう見たって、単に政治的な問題に絡めて、これを使ったわけですよ。で、そういうことをする国だと思われただけではないかと。私は、まあ、それは、言わざるを得ません。で、ぜひですね、まあ、西村大臣には、まあ、こういう、それはもう建前としてそうじゃないと絶対言われるんだから、何聞いたってあんまり意味はないんでしょうけれども、やっぱり日本はただこう、それはね、こういう手を使う国もたくさんありますけれども、日本はもっと正々堂々とやってほしいなと思うんです。それは韓国との徴用工問題と私は韓国の言ってることに分はないと思いますよ。でもそれはそれで、そう言えばいいんであって、また関係ない、こういうね、正直関係ない、こういったことをやられると、日本だっておかしいじゃないかって話に私はなってしまうと思うので、そこはぜひ、まあ、それこそ堂々と、我々の主張は堂々と言えばいいのであって、こういう方法を使ってはほしくないということを申し上げさせていただきたいと思います。で、次にですね、GX 移行債についてお伺いします。まずこの GX 移行債でですね、次世代革新炉の開発に力点が、まあ、置かれていると、私は、まあ、見る限り思います。ね、それはおそらくそうだと思います。で、この中でですね、まあ、最も現実的といいますか、実際に作成されるのなのが、いわゆる革新軽水炉なんですけど、次世代革新軽水、まあ、革新軽水炉というものなんですけれども、でさらにこの中で、まあ、主力企業の一つである三菱重工の設計コンセプトというのが、まあ、資料で出ております。まあ、公表されている資料でございます。お手元の資料をご覧ください。1番、1ページから、もう7ページぐらいまであるわけなんですが、で、これ、見ますとね、どこをどう見てもですね、単なる、あれ、手持ち資料の、これ、あ、それですね、はい、すみません、はい、すみません。ね、こちら、どこをどう見ても、単なる軽水路なんです。どこも革新的なものはない。どこも次世代だとは思えない。ただし、安全装置はやたらいっぱいついてる。まあ、要するにこれ、まあね、現在 の, その日本の原発っていうのは、それ作った後で、いろいろ新しい適合性基準ができたわけですから、それに合わせて後からこうどんどん安全装置をつけたのを最初からつけてますっていう以上のものだとは思えないんですけれども、一体なんでこれを次世代革新炉と呼んでいるのか、そのご理由をお伺いします。西村国務経済産業大臣。委員、資料出されておりまして、それぞれのページに書いてありますけれども、私自身もこの現場の状況など、視察をしてまいりました。まさに革新軽水炉と呼ばれるものでありますけれども、耐震性を向上させるための半地下構造、これ、ページ2ページのところにもありますし、万が一の炉心の余裕した場合の自然冷却させるコアキャッチャーとかですね、あるいは、電力が失われても燃料冷却が可能な自動的な安全システムであるとか、あるいは万が一の時の放射性ガスを分離貯留する機能であるとか、まさにここにご説明がある資料にあるような新たな安全メカニズムが盛り込まれる設計、これをもう全体としてこう盛り込んでいる設計になっているという点であります。海外ではですね、こうしたものの一部が先駆的に導入されているものもありますけれども、開発中の革新軽水炉と呼ばれるもの、こうした海外の事例なども見ながらですね、安全メカニズムをより先進的で幅広い事象に適用されるものとすべく、技術的な検討をさらに進めているものというふうに承知をしています。米山隆一君。はい。で、まあ、そう答えられるんだろうなとは思うんですけど、まあ、ちなみにですね、うちの母は非常に高齢で、運転あんまり上手じゃないんですけれども、で、まあ、軽自動車乗ってるんですけど、今の軽自動車すごいんですよ。まずバック、うちの母はバックにするときによく当てたのが、こうミラーがついていて、線が入ってるから、バックで当てなくなったと。で、縦列駐車も簡単になったと。で、しかもブレーキセーフティーがあるから、ブレーキもついてる。だから、ちまちました事故をあっちにぶつけ、こっちにぶつけしたのが一切なくなったと。で、なんキーも、ボタンを押せばいいようになった。ね、確かに軽自動車非常に進んだんですけれども、これ単に安全装置がついているだけで、これを次世代革新軽自動車とは言わないわけなんですよ。
で何を言いたいかというとですね、まあ、それは単なるネーミングの問題だというのかもしれないんですけれども、ちょっとやっぱりこれはまあそのイメージとしてね、あまりにも間違っとると。それは安全装置がたくさんついていることはもちろん認めます。で確かにうちの母がね、コツコツぶつけたような事故はなくなるのと同じように、おそらくそれはこれを使えば、まあそれこそちまちま原発結構ねちまちました事故もありますから、事故っていうかちまちましたものありますから、まあ、そういうものが減ったりはするんでしょうね。でもそれをまるで全く違うものかにように言って、でしかもそれに対して非常に多額の国費の投資をすることを正当化するっていうのは、それはちょっと看板に偽りありが過ぎるのではないかなということを指摘させていただきたいと思います。で次にですね、まあ、こちらのこの次のページの方に行きますと、さらに経産省の2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略の資料とかっていうのがありまして、でこちらにはですね、小型軽水炉というものが検討されています。 SMR って言われているものですね。でこれはですね、おそらくアメリカのニュースケール社のようなものが想定されているんだと思います。でこちらの小型軽水炉、これも GX 移行債での投資の対象となりますでしょうか。西村経済産業大臣。GX 移行債につきましてはですね、まさに、排出削減のみならず経済成長、競争力強化についても重要な要件としておりまして、民間企業のみではなかなか投資判断が真に困難であるとか、あるいは、事業革新性、技術革新性があるものといった要件を満たすものについて対象になり得るものということであります。ちなみにですね、減少関係につきましては、初年度におきまして、この4月から始まる初年度におきまして、1.6 兆円規模の発行を予定しておりますけれども、減少関係で言いますと、高速炉、高温ガス炉の実施炉の研究開発に関する予算として、123億円を計上しているところでありまして、これについては着実に進めていきたいというふうに考えております。現時点で、何かそれ以外の原子力についてはありませんけれども、まあ、今後、それぞれの時点で技術開発の動向なども見ながら、世界のグローバルな動向、こうしたものを踏まえて進捗を見ながらですね、必要な対応を考えていきたいというふうに思います。米山隆一君。はい、まあ、この資料、経産省の、ね、2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略というので出されているわけなの でしかもまあその中で、なんか米国カナダと2030年頃まで実用化、日本企業が海外受賞プロジェクトに参画とかって書いてあるわけですから、まあ、普通に考えると、これ、私が勝手に書いたものじゃないですからね、経済産業省が出したものですから、まあ、普通に考えると対象になるんだろうなと思われるわけです。で、ところがですね、まあ、この小型炉って一体何なんだっていう話をしますとですね、それは単に小型なわけですよ、単に小型。これも別になんかすごい革新的じゃなくて、だってそれは原子力潜水艦とかにあるの小型なわけですから、別に、まあ、そもそも炉っていうのは、ちっちゃいところから作って、だん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 効率性を求めて大きくなってきたわけなので、別にこれも新しい技術じゃない、単に、まあ、大量生産ができるっていうぐらいなもんなわけです。でしかも、普通に考えて小型、それだって効率性を求めて大型化したわけですから、小型にすると効率性は落ちるわけなんですよね、当然落ちます。でさらに、小型だと置く場所をいろいろ選べ、いろんなところに置けますと、大型よりは置きやすいですっていうのが、まあ、ある種売り文句なんですけれども、日本の置き場所ってもうもはや既存の原発の敷地内以外ってちょっとありえないと思うんですよね。まさかなかなかそんな東京のど真ん中にどっか置きますかって、お台場に作りますかってことは、それはなかなかありえないことだと思うんです。でしかも、経産省の資料時代でもあるようにですね、こういうのは大体本当に開発しようと思ったら実証実験がものすごく大事で、でもじゃあ日本ではもうそもそもが実証実験する場所すらないだろうっていうことだと思うんです。逆にアメリカみたいなところは実証実験をどんどんできると、だからまあ進むっていうこともあるんだと思うんですよね。まあ、で要はこの SMR とかっていうのは割にこうもてはやされがちなんですけれども、実は先ほど出された革新小型炉、次世代革新炉と呼ばれている名の、まあ、従来の原子炉に安全装置をつけたものとは、まあ、こう制度設計って言いますか、思想としては真逆っていうことだと思うんです。で、全く決まってないってことなので、まあ、これ以上質問したってしょうがないんでしょうけれども、やっぱりですね、投資で、でもまあそうは言ったって、経産省のところに書いてあるわけですから、やる気もあるのかもしれないなと思うんですけれども、やっぱりその、
ひたすら流行ってるもの何でもかんでも投資すればいいってもんじゃなくて、やっぱり日本企業が、まあ、一番得意なところで日本にとって一番あり得るところというところにそこは集中していただきたいなということを、まあ、ご指摘させていただきたいと思います。でちなみに今ほどですねお話がありました 1.6 兆円のうちの一体いくらがその高速ガス路になるのか、また一体いくらがその次世代革新炉の使われるのかよくわからないんですけれども、まあ、20兆円のうちの一体どのぐらいの部分が原子力に充てられるというふうに原発の開発に充てられるということになっているのか、まあ、決まってないとおられるのかもしれませんけど、本当のところはそんな決まってないわけはないと思うので、その概算がお分かりでしたらお答えください。西村経済産業大臣。まず初年度について先ほど申し上げましたように高速炉と高温ガス炉で、それぞれですね高速炉の実証炉開発で76億円、高温ガス炉で48億円で合計123億円を計上しているところであります。でその後につきましてはですね、これも技術開発の動向がどういうふうになっていくのかということで、今の時点で何か決めているわけではございませんので、それぞれの時点で、進捗状況をまさに技術開発の進捗あるいはグローバルな動向こうしたものを踏まえてまた、専門家の意見も聞きながら、その年その年のまた予算編成の中で、検討を進めていくということにしております。米山隆一君。はい、でこれもまあ結構矛盾した話でして、まあ、もちろん、ね、技術開発ですから確かに柔軟にしなきゃいけないんですけれども、同時に原子炉の、まあ、それこそ次世代革新原子炉なんていうものの開発をしたいんだったら、それは相当長期に一定程度もこの額いきますよって言われないと、いや開発する方だってそれは無茶言ってくれるなって話だと思うんですよ。人員だっているし施設だっているし、そんな簡単にもう来年は切れるかもしれませんとか言ってそんな大型の炉なんて試してみようがないわけなんです。なので、ね、本来ならやっぱりここってもうすでに一定程度決まってないと大型炉とかの人たち困っちゃうと思うんですよね。だからそこはですね柔軟で、まあ、相矛盾するんでしょうけども投資ってそういうもんでしょうから、柔軟でありつつしかし一定程度はこうなるっていうことをちゃんと示していくっていうことをですね、まあ、されないとやっぱり無駄な、それこそ無駄な投資になっちゃうんではないですかということを申し上げさせていただきたいと思います。でまた GX 移行債全体についてですけれども、まあ、大まかに出ている制度設計、まあ、ぼやっとしてるのでよく分かんないんですけれども、2023年から33年間の10年間で20兆円を使って、まあ、2030年から50年間の、まあ、これ20年間ですよね、20年間で償還すると。でそうするとまあ大体毎年1兆円ずつぐらい償還するっていう、そういう趣旨なんですかねというふうに思っております。でところでですね、じゃあこれ一体どのぐらいの利率で出して何年歳ぐらいを出す気なんですかと、これ、まあ、あんまり皆さん利率のことを考えてないんですけれども、1% の利率で10年間っていうのを、ね、やりますと、それ2兆円ずつ出して10年後に償還するのはそれ2000億円の負担が生じるわけなんです。なんかもう成長するからいいやみたいな話になってると思うんですけれども、結構これもう今年に出して50年までで償還していくっていうことだと、まあ、30年間分ぐらいの利息を払わなきゃいけない。でしかも利息を払うときってのは日本の人口は減少してるんですけれども、だからそれは重い重い負担となって次世代にのしかかるわけなんですよ。でそれ一体全体どのぐらいの利率でどのぐらいの期間でその償還しようと思っているのか、その概算を教えてください。畠山産業技術環境局長。お答え申し上げます。今般の成長志向型カーボンプライシング構想では新たに GX 経済移行債を創設いたしまして、20兆円規模の大胆な先行投資支援を行うとともに、規制制度的措置を一体的に講ずることで150兆円を超える大規模の GX 投資を実現していく考えでございます。お尋ねの GX 経済移行債につきましては、ご指摘のように令和5年度から10年間あたり20兆円規模の GX 経済公債を発行いたしまして、2050年度までに償還を終えるということにいたしております。その発行方法につきましては、これまでの建設国債や特例国債等の国債と同様に同一の金融商品として発行する統合発行に限らず、
国際機関が定める基準への準拠について第三者認証を取得し、新たな金融商品として発行する個別銘柄発行も目指して検討しているところでございます。その上で償還年限を含めた詳細の設計につきましては、市場環境や市場関係者の意見等も踏まえて決定していく必要があるものと認識しており、財政当局ともよく連携して検討してまいりたいと考えております。ちなみにその他国の事例を見ますと、通常の国債と大きく変わらない利率で発行されている例があると、このように承知をしているところでございます。米山隆一君。はい。で、まあね、先ほど来から結局これ GX 全部そうなんですよ。投資先分かりませんと。超大型投資をするのに、いやいや、毎年毎年決めます、全然分かりません。ね、超大型の資金調達をするのに、いやいや、毎年毎年決めます、全然分かりません。こういうことをね、おっしゃられているわけなんです。でもまあ、先ほどね、私が言った SMR みたいに、SMR とか私もし、まあ、やらない、決まってないそうですけど、もしやったら、それは失敗する可能性、ずいぶん高いんじゃないのかなと思いますし、まあ、実際問題、経済産業省が今までやったことって、まあ、クールジャパンしかり、JDI しかり、まあ、ひたすら死死累々っていうのが、まあ、本当のところだと思うんですよ。これで、そうするとね、この GX 移行債、まるで素晴らしいことかのように言いますけれども、何の計画性もない、投資先も分かんない、調達仕方も分かんない、で20兆円の先行投資に失敗したらですね、国民は何も得ることがないのに、人口が減った状態で、しかもこれから利率おそらく上がるわけですから、何パーセントかの利払いに苦しむことになるわけなんです。で、しかもそれを運用するのに、一体全体誰がちゃんと統合するんですかと。だって話としてはもうこれ、まあ、事前のレクでそうじゃないって言われましたけど、まあ、超大型投資銀行を作りますみたいな話に近く見えるわけですよ。まあ、そうじゃなくて単に、GX 推進機構は全然各省庁の事務機関で単に資金を集めるだけで配るだけですみたいなこともなのかもしれないんですけども、それに関してはまた真っ当な制度設計がないと。でそうすると一体全体これ本当に動くんですかと、本当に皆さん言ってるようにできるんですかと思うんですけれども、まあ、一体全体ですね、この GX 推進機構なのか、まあ、もしくはこの全体の統括というのか、一体どのような人員で、どのような規模感で、一体誰がどうし司令塔になるのか、そのが、まあ、概略で結構ですので教えてください。畠山産業技術環境局長。お答え申し上げます。GX 推進法案に基づき設立を予定しております GX 推進機構につきましては、主としてカーボンプライシングの徴収ですとか排出量取引制度の運営を担うものでございます。これらの業務に加えまして、官民で150兆円を超える GX 投資を引き出すための金融支援業務を実施いたしますが、これは企業が行う GX 投資に対する民間金融機関の資金提供に対してリスク補完の観点から債務保証等を実施するものでございます。また GX 推進機構の体制、人員、予算規模につきましては現時点で未定でございますけれども、GX 機構に拠出される資金につきましては国会の議決を経た予算で措置をされるということになります。また機構運営における重要事項につきましては運営委員会を設置、運営委員会をその設置することとしておりまして、この委員会の委員につきましては GX に資する事業、金融、法律または会計に関して専門的な知識と経験を有する者を任命することといたしております。機構の運営におきましては組織として効率的効果的なマネジメントを行う観点から民間の創意工夫が生かされる形とすべきことは重要であると考えておりまして、適切な組織づくりに努めてまいりたいと、このように考えております。どうぞ、関係していただけますか、ね。米山隆一君。はい。でですね、まあ、今ほどまたね、よくわからない誤解答をされているわけなんですけど、いや、もしそうだったらね、別にこれ、単に国債、普通に国債発行して、普通の予算内で、普通にそれぞれの案件やればいいんじゃないですかと思うわけなんです。だって GX って、まあ、言いますけれども、住宅 の, 省エネと大型炉の開発とかって、まるっきり別の話なんですよね。もうほとんど共通点はないと言っていいぐらいなんだと思います。
ね、そういったものをなんか無理やりまとめて、無理やり GX 推進機構にして、なんかやってる感を出して、ね、でもその GX の名のもとにですね、なんかいきなり各案件も決まってないのに、そうでしょ、先ほど来いくら聞いたって、各案件、投資案件も決まってないのに、なぜか10年間で20兆円だけ決まってると。なんでですかっていう話だと思うんですよ。いや、それぞれのこれとこれとこれがいるから、20兆円ちゃんと調達しますって、それなら分かるんですけれども、いや、やることは毎年毎年決めます。ね、で、案件も決まってません。なのに20兆円だけ決まってますっていうのは、それは極めておかしい。で、しかもそんなふうにして20兆円ってやったら、それは無駄な投資が山のように出てきますから、またぞろ、死死類類、またぞろあちらこちらで、なんかとりあえず20兆円使っちゃえって話になるんだと思うんですよ。で、失敗すると。で、それは結局国民の負担になるということですから、これ、本当のところですね、別に、まあ、その GX 移行債はね、まあ、いいのかもしれませんよ。でも、こんな、わざわざ20兆円なんてことを決めずに、だって、決まって、そもそも決める必要もないじゃないですか。投資案件決まってないんだから。そんなことを決めずに、単に毎年毎年ちゃんと各省庁で予算案件、投資案件決めて、で、それに合わせて調達したらいいんじゃないかと思うんですけれども、経済産業大臣のご所見を伺います。西村経済産業大臣。2030年、温室効果ガス 46% 削減、あるいは2050年カーボンニュートラル目指して、さまざまな技術開発を進めながら再エネ、そして我々原子力も活用しながらと思っておりますけれども、そうした大きな、いわば中長期的な大きな予見、方向性を共有しながらですね、予見可能性を持って取り組んでいくために、ご指摘あります20兆円規模の投資の支援、それから全体で150兆円規模、これ、工程表の中で大枠は示しております、鉄鋼のまさに、水素還元の方法であるとか、水素アンモニアであるとか、さまざまな取り組みの方向性、技術開発の方向性などを示しているところであります。そして20兆円についてもですね、非化石エネルギーの推進ということで、原子力、水素、アンモニア、再エネ、こうしたもので6兆円から8兆円の投資支援をしていくということで、大きな枠は、大体の枠はですね、示しているところであります。こうしたものを踏まえてですね、民間の企業側も予見可能性を持って取り組んでいただくということが、まず大きな目的であります。その上で、このカーボンプライシングを導入することで、早く取り組んだ企業ほど負担が低いということでありますから、これでさらに加速して、このカーボンニュートラルを目指していくということであります。そしてその中身についてはですね、今申し上げましたような大きな方向性についてお示しをしているところでありますけれども、技術の不透明性が高くリスクのある、そうした革新的技術開発を進めていくということ、そして外部の専門家の目も入れてですね、しっかりと実行していきたいと思いますし、関係省庁と連携しながら、何か経産省が勝手にやるとか、あるいはこの GX 推進機構が何か勝手にやるということではなくてですね、まさに効果の高い施策について、専門家の目も入れながら、技術開発に取り組んでいきたいというふうに考えております。でちなみに推進機構が何かそうした中身を決めていくということではなくて、公平な立場でそうした排出量取引の市場であるとか、そうしたことをしっかり見ていくということでありますので、ぜひご理解をいただければというふうに思います。米山隆一君。はい、もう押し物になるからこれでいいんですけれども、いや、それなら本当にね、20兆円なんて決める意味ないんですよ。そうやって毎年各省庁で専門家の言うことを聞いて、必要なものを調達したらいいんです。ね、20兆円なんて最初に決めて、じゃあそれ使わなくっちゃになったら、無駄な投資が出るんですって言っているわけです。なので、なんて言いますかね、その投資としてやるんだったら、もうちょっと冷徹であるべきっていうんですか。最初から額なんか決めずに、本当に必要なら必要で、必要でなくなったらさっさと切るって決断しなきゃいけないわけです。で逆に、福祉政策みたいなね、もしくは産業政策としてやるんだったら、それはもう最初から決めて、こんだけやるぞってなきゃいけないんですよ。なんかこれ、GX 移行債って、投資なのか、その産業政策なのか、非常に中途半端で、こういうことやるから日本のプロジェクトは失敗するんじゃないですかねということを、また繰り返さないことを日本国民として切に祈りますよと言いますか、その度ごとに、それは問題点は苦言を呈させていただきますということをお伝えさせていただいて、次の質問に移りたいと思います。ただ、時間ないので、次の質問は中途半端に終わると思うんですが、でもまた他のところでも聞きますので、お伺いします。
原子炉の使用年数をですね、現在の原則40年、最長60年とする現在の原子炉等規制法から削除して、経済産業省が所轄するですね、電気事業法に移して、停止期間分を加算して60年を超えて運転できるようにする改正案についてご質問いたします。この改正の中身の逃避は、まず置いておいたとして、なんでこの法律ですね、別に原子炉等規制法でいいじゃないですかと。なんでわざわざ原子炉等規制法第43条の3の32の改正ではなくて、これをわざわざ削除して電気事業法27条の29のに移したのか、その理由をお伺いします。資源エネルギー庁松山電力ガス事業部長。お答え申し上げます。今回、提出している法案ございますけれども、この措置というものは資源価格の高騰、ウクライナ侵攻等のエネルギー調整の一変した状況の中で、エネルギーの安定供給と脱炭素化の両立ということを進める中で、原子力を含むあらゆる選択肢を追求するためのものでございます。今般の措置は利用政策の立場からこれを行うものでございますが、その前提といたしまして、令和2年7月の原子力規制委員会の見解を踏まえたものでございまして、現行の原子炉等規制法における運転期間に関する規定を、利用と規制の観点から峻別して、電気事業法と原子炉等規制法の2つに再整理するものでございます。すなわち、安全規制に関しましては、原子炉等規制法の審査で行う。これを通るものでなければ運転することはできないわけでございます。で、その大前提の上で、その合格した審査を通った原子炉をどこまで使うとかという利用政策に関しては、利用政策としての事業法である電気事業法の中で規定しているものでございます。具体的には複数の案を比較検討いたしました。安全規制審査を通っている以上、利用政策からの運転期間の規制というのはいらないではないかという議論もあるわけでございますけれども、一方で立地政策から、立地地域からの不安の声など、さまざまなご意見を総合的に勘案し、実質的な運転期間を60年という上限は維持しつつ、審査以降の法制度の変更など、事業者から見て、多律的な要素によって停止して期間に限り、60年の運転期間のカウントから除外するということを認めるという、利用の立場からの政策判断を政府として行ったものでございます。米山隆一君。ちょっと時間ついてましたけど、調整させていただきます、都内に調整させていただきます、すみません。ね、今ちょっとなかなか不法という ご答弁があったんですけれども、今ほどなんか使用年数はいらないんじゃないかって議論、使用年数の制限いらないんじゃないかって議論があったと、そうおっしゃられたということですよね。これ驚くべきご主張だと思うんですけれども、いやね、検査するから大丈夫って、だから使用年数期限いらないって言うかと思うんですけれども、ちなみにちょっと自分の話で恐縮なんですが、私車長く乗るタイプなんです。で、前の車30年間乗りました。30年乗るとどうなるかっていうと、最後の方は車検通しても通してもすぐ故障するんですよ。いや、車検ちゃんと通して検査してるはずなのに、あっちが故障、こっちで故障、要するに物っていうのはすべて経年劣化するから、故障箇所を全部調べきれなくなるんですよね。だからもう30年でこれはどんなに通しても無理だと、もうあらゆる故障箇所を検査するのは無理だと思って諦めました。なあ、30年も付き合ったから随分ね、愛着ありましたけど、いや、原子炉だって同じだと思うんです。それはね、税化があって、もちろん中性子で税化するし、中性子で税化しなくたって、そもそもあらゆるものは酸化するわけですよ。世の中酸素ありますから、酸素があってあらゆるものは経年劣化するんです。で、それを、極論するなら100年でも1000年でも経っても、いや、もう原子力規制委員会が検査さえすれば、あらゆるところを何か問題があれば全部チェックできるんだと。で、それを全部埋められるんだっていうのは、それは新たな審査神話ですよ。新たな安全神話です。で、そういうことをやったら、また事故が起こるんだと思います。ですので、それはね、利用年限いらないってことは、いらないということも考えられたということに関して、それはもう一度、そうですね、むしろ西村大臣に、そのご見解を伺います。利用年限はいらないというのは、通産省の見解ということでよろしいですか。志村経済産業大臣。今回の法案にはですね、40年、そして、20年の延長、プラス、止まっていた期間ですね、これは多律的な要因で、新しい規制に対応するためとか、そのため、その部分については、延長を申請することの可能性があるということの法案であります。ですから我々利用期間について、制限がないということを言っておりません。
途中段階でさまざまな議論がある中で、そんな議論もあったということで、これ、米国、英国、フランス、オランダ、こういったところではその上限は定められておりませんので、そうした諸外国の例についても議論があったということでありますが、私どもは40年、20年と、多率的な要因で止まっていた新しい新基準、新しい基準に対応するための機関であるとか、そういったものの範囲で、申請ができるということでありますが、ご指摘のように、規制委員会がですね、これはもう世界で最も厳しい基準だということで、規制委員会自身も発言がこれまでもありますけれども、30年、そして10年ごとに、そうした最も厳しい基準で審査を受けますので、これは車の車検と、私は同一視はできない、安全性について、ものすごくさまざまな視点から厳しい審査を受けて、そしてそれに合格した、認可を受けたものだけが、稼働はできるということでありますので、いずれにしても長くやりたいと思っても、これは40年、20年、プラスアルファやりたいと思っても、規制委員会がその10年ごとに見る中でダメだと言われると、もうこれは運転できませんので、ぜひご理解をいただければと思います。米山隆一君。もちろん法律がそうなっているのは存じ上げているんですが、これで終わりにしますけれども、そこはでも重要なんで、ぜひ確認したいといいますか、制度設計といいますかね、その制度哲学だと思うんですけれども、先ほどね、政府参考人のご答弁も、今の西村大臣のご答弁も、話としては、それはもうずっとできるんだと、ずっと原子炉というものは動かすことができて、でもし何か劣化している部分があったら、それは必ず原子力規制委員会が審査で確認できて、だから、審査適合性審査に基準にちゃんと適合さえすれば、要は原子力規制委員会検査、審査して大丈夫でありさえすれば、100年でも1000年でもできるんだと。ね、期限を決めてるのは、その皆さんが不安だからだと、そういうご答弁をされたと、ね、それは今笑いが出ましたけれども、やっぱり哲学ですから、やっぱり基本的にどういう設計、どういう哲学を持って制度設計するか、それはやっぱり時間が経ったら検査しきれないと思っているのか、それともどんな時間が経っても検査できると、どんな時間が経っても検査することによって、車検とは違う、俺たち原子力規制委員会はすごく賢いから、ありとあらゆる劣化を全部調査できて、それは全部大丈夫なんだという哲学のもとに制度設計するかは非常に重要なので、どちらかお答えいただきたい。それは、いくらと人間が経っても、原子力規制委員会が検査すれば大丈夫だという思想のもとに制度設計されてるんですね。西村国務経済産業大臣。私ども40年が基本であり、20年の延長があるという、これまでの基本的な枠組みは維持をしております。それに加えて、新基準に対応するための期間であるとか、その期間、止まっていた期間については、申請ができるということですから、何も100年も1000年もできるという仕組みにはなっておりません。40年、20年の枠組みを維持した上での法案でありますので、これ、ご理解いただいていると思いますけれども、その上で、これは我々利用者側、事業者であり、進行する立場の経産省が、こういう整理をした上で、路基法においては、規制委員会が30年で、そして10年ごとに厳しい審査をされるということでありますし、ご指摘のように、規制委員会の令和2年の7月の見解にもありますけれども、当然、止まっている期間においても劣化はあり得るということでありますから、その期間、そのことについてもですね、厳しく審査を受けますから、これで、規制委員会がダメだと言われれば、もうこれは運転できないということでありますので、そのことをぜひご理解いただければというふうに思います。米山隆一君。はい、ではここで時間になりましたので、また質問は別の機会にさせていただきますけれども、そこは法律としてそうなっているのは分かりますけれども、制度設計といいますかね、制度哲学が非常に重要ですので、またご質問させていただければと思います。どうもありがとうございました。